こんにちは、内川店長です。本日はヘルノからセットアップのご紹介です。上着とパンツ別々の品番なんですが、上下揃えた状態でねお見せしたいので、共通の動画でお届けしたいと思います。こちらですね、最近ねヘルノはジャケットとかパンツがすごく定評があります。こちらのシングルジャケット2つボタンのシングル、ラペルがね細めでしたね。結構ね都会的な感じに仕上がってます。この素材もうペラペラ、ヘルノの中ではもう極薄のナイロン素材を使用しています。もちろん撥水効いています。そしてストレッチもしっかり効いています。裏もね何もない状態です。こちらに内ポケットが1個ついて、それだけで裏地とかはついていません。めちゃめちゃ軽い。そして表情もねあんまり光沢感のないマットな仕上げなので取り入れやすいですね。スポーティーすぎないというところがいいです。そしてこちら組下に同じ素材でパンツがあります。はい、パンツはねこちらです。ワンプリーツのベルトループのない総ゴムですね。こんな感じ、前は開きますので、まあ、履きやすいです。ウエストドローコールです。こちらの紐は裏側からも出していただけるので、紐を隠したい方は裏側で結ぶこともできます。結構ねワンプリーツなので腰回りは若干ゆとりを持たせていますが、膝下にかけてキュッとねテーパードしているのでバランスが良い、そんな仕上がりです。今回はジャケットとパンツともにこちらのネイビー、そしてブラウンです。アイスグレーにブラックという4色でお届けしたいと思います。こちらも着用したところをお見せしたいと思いますので、よろしくお願いします。上下セットで着てみました。それぞれに別売りなので単品で使っていただくことも可能です。ただ上下で持っておけばもっと着こなしが広がる、そんな印象です。非常に綺麗なシルエットだと思います。中にニットティー着ていただいて、今ローファー入ってますが足元スニーカーでもいいですね。こんな感じでそのままお仕事に行っていただけるんじゃないかなと思います。軽いしストレッチ性も抜群です。はい、パンツのシルエットもこんな感じ、ちょっとねこの辺広げたらこれぐらいの太さがあるのでゆとりを持って履けます。でも裾にかけてしっかりテーパードしてますね。で、一つ注意点が、また下、これ今僕曲げていません。最初からこの丈感なので足の長い方サイズペック要チェックですね。ヘルノからラミナーシリーズの極薄ナイロンのジャケットとパンツのセットアップです。ぜひお試しください。